はい、こんにちは、カズヤのマブです。今日もよろしくお願いします。さて、今日の話はですね、みんなから嫌われないように頑張っている人の話をしてみたいと思います。僕自身もそうだったんですけれども、なぜかというと嫌われるのが怖かったんですね。もしくはこう評価が下がるのが怖かったというのがあって、多分頑張り続けていた時期というのが一番苦しかったかなという気がするんですよね。で、その時にこうみんなから好かれる必要はないっていう言葉をですね、こう信頼できる人からいただいて、それから少しこう気持ちが楽になったという経験が僕自身があったので、ちょっとお話ししてみたいと思います。で、やっぱりですね、人から嫌われるのが怖いっていう状態が続くと、どうしてもこう人から嫌われないために頑張るっていうことをしてしまうので、自分がやりたくないことでも頑張ってしまうんですよね。なので最初は認められたりだとか、ありがとうって言われたりだとかっていう形で、だんだんこう達成感みたいなものが出てくるんですけども、それがずっと続くとだんだん今度は苦しくなってくるんですよね。だから苦しくなってきても、人から嫌われるのが怖いので、やっぱりそれをやめられないんですよね。でずっと続けていると、だんだん心がすり減っていって、こう気持ちが疲れてしまうっていう状態になってしまうので、やっぱりそうなってくるとですね、こううつ病とまでは言わなくても、こう笑顔が自然に出てこなくなってしまったりだとかっていうので、こうだんだんこう気持ちが自分の表現っていうかですね、自分の感情を表に出すことができなくなってくるんですよね。ずっとこう周りの目を気にした状態で生きていかなければいけないので、やっぱりそれって苦しいですよね。なので僕自身もやっぱりこう同じ悩みを抱えている人に言いたいのが、みんなから好かれる必要はないんだよっていうのをやっぱり伝えたいなと思うんですよね。で、それができるようになると、やっぱりこう気持ちが少し楽になって、今度自分がやりたいことができるようになってくるので、そうなってくると今度自分が好きなことを続けることができますから、だんだんこう笑顔が自然と出てくるようになるんですよね。で、笑顔の周りにはやっぱり笑顔がついてきますから、自分が笑顔になって初めて周りも笑顔になるということに気がつくようになりますので、こう自分が歯を食いしばって頑張っていると、周りも歯を食いしばって頑張ってしまうので、やっぱり周りも苦しくなってくるんですよね。そう考えると、まずは自分からっていうのを考えたときに、自分自身が元気じゃないと周りを元気にすることができませんし、自分自身が笑顔じゃないと周りに笑顔を振りまくこともできないですよね。なので、こうまずは自分自身が笑顔になるために、自分がやりたいことができる環境を作るっていうのも大切だと思いますし、人から嫌われないために頑張るのではなくて、自分を磨くために頑張る、で磨いた自分が誰かの役に立つというのが僕は理想だと思っていますので、こう人から嫌われないために頑張ってるっていうことは、真面目に頑張れる人なんですよね。頑張り方をちょっと変えるだけで、周りとの環境というのも変わってくると思いますし、自分自身の心が変わってくると思いますので、よかったら試してみてください。なので、人から嫌われないために頑張り続けてるけどうまくいかないとか、歯を食いしばってるけど苦しいという人は、ちょっと頑張り方を変えるだけで変わってくると思いますので、試してみてください。ということで、カズヤのマブでした。ありがとうございます。失礼します。